吹き上げの湯前定冬の様子白銀荘吹き上げ温泉は、北海道空地群上富良野町吹き上げ温泉にある、温泉である。効能はその効果を万人に保証するものではない。一軒宿の吹き上げ温泉、町営吹き上げ温泉保養センター、白銀荘は、近代的な設備を備え、男女合計8つの湯船を持ち、庭園風の大きな露天風呂もある。48名が宿泊できる。 自炊可能なイベアの素泊まり宿泊施設も完備され、登山者や山スキー愛好者やライダー等の利用も多い。向かいには、かつて山小屋であった頃の休館も残され、当時の山小屋を知ることができる。白銀層の近傍には、広いキャンプサイトもある。白銀層から徒歩5分くらいの雑木林の中には、混浴無料露天風呂である、吹き上げ露天の湯がある。湯船は、 大きな岩盤の上に気づかれ、すぐ脇を滝が流れ落ち野手にあふれる立地である。陶器、浴槽脇には、雪を落とし入れて、湯温を調節するためのスコップが置かれる。湯は、無色透明産未無臭である。ドラマ、北の国から95秘密で、黒板五郎と小沼州が入浴したことで有名になり、休日はいつも混み合っている。十数台の駐車スペースと、 簡易トイレがあるが、建物、更衣室等の設備はなく、また照明も全くない。24時間入浴可能。1897年の発見であるとされる。明治末期に温泉宿の営業が始まり、1932年には吹上温泉株式会社が設立されて、当時場として栄えたが、1943年に温泉宿は廃業した。 その後露天風呂は当地に放置されていたが、1962年の十勝岳噴火後に、油温は入浴不可能ほど急激に下がってしまった。1988年、再び十勝岳の噴火が起きると油温は上昇に転じ、の湯の利用者が増えたため、1991年に入って吹き上げ露天の湯として露天風呂の整備が実施された。1997年には、 従来からあった山小屋、白銀荘が温泉施設として新築改装した。白金温泉からの北海道道966号、十勝岳温泉美栄線は10月中旬から5月中旬頃まで冬季通行同盟である。この期間は美栄側からのアプローチはできない。映像では入浴剤を用いて乳白色の湯にしていた。温泉ガイド、ありがとうございます。